きてるって素晴らしい。大きく手を広げ、空いっぱいに。兵庫県を南に行った日中がカラオケファンの番組、カラオケの星ミュージック4。君が西播磨の歌謡番組、提供は企画自主番組 K プロミュージック、播磨の音楽仲間の協力出演をいただき制作、テレビ放送は播磨のケーブルテレビウインクのご協力をいただき放送しております。音楽歌好きな方々がテレビ出演を通じて披露の場として癒し憩い楽しみを持っていただくことを理念にスタートいたしました。多分ご存知の方が多数出演されていると思います。それではお楽しみください。私は小谷修一です。お蕎麦作りをしております。You may be right, I may be crazy. If I'm crazy then too, that is all because of you. It is right.皆さんこんにちは。今日は日本の食文化を世界に発信、グローバルに活躍していらっしゃる姫路出身の小谷修一さんにお越しいただきました。小谷さんは、日本料理アカデミーニューヨーク所長、日本食学会海外理事としても活躍され、今では CIA コロンビア大学、マイアミユニバーシティ、カリフォルニアユニバーシティなど大学へも講義に出向き、各政治閣僚ニューヨークレセプション、また国立美術館でのそば打ちステージなど多方面に活躍していらっしゃいます。いろんなお話をお聞きしようと思います。ではどうぞ皆さんお楽しみください。さあそれでは今日はですね、このスタジオにもう多分ニューヨークから帰って来られたばかり。そうですね、今着いたばっかりです、はいはい、でちょっとさっきシャワーを浴びて、はいはい、この席に座っていただいているという、職業はそば打ち職人でいいんですか。でもない、はい、なんかいっぱいそば打ち職人です、はいはい、でいらっしゃるという小谷修一さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いします。まあまあ大変ですね、帰ってくる早々。そうそう、なんか椅子に座ってサプライズですね、はい、これはそうなんだ。すごい場所ですね、はい、これは、よくよくあの、聞きしてましたら、高校はうちの近所にある姫路商業高校という。そうみたいですね。そこの陸上部で頑張ってる、はい、陸上部で、はい、毎日あの池の周りを走ってらしたわけですね、はい、走らされてました。走らされてた、はい、どうですか、小さい頃っていうのは大きくなったらスポーツ選手になりたいとか、うん、野球選手とか
いろんな夢があったかなと思うんですけれども、その辺はどうですか？そうですね、はい、まあ、陸上で、はい、まあ、オリンピックに出たいなっていうのはやっぱり、思いましたけれども、無理でした。いやいや、その辺はだいたいいつ頃自覚するんでしょう？いや、やっぱね、子供の時は、うん、可能性 ね、知らないんでいけるのかなって思ってましたんで、はい、まあ、中学校2年生ぐらいの時から意識して、うん、で、まあ、東京の国立競技場で 100m 走った時に、はい、まあ、その頃日本記録保持者の井上悟さんと一緒に走ったりとかして、あんまりその差がないからいけるのかなっていう、ね、オリンピックいけるのかなっていうバカみたいな感じで思ってましたけれども、でも高校上がって、うん、なんだかんだで、まあ、現実はね、そんなに甘くはないですよ ね、はい、でもどうですか、高校卒業してすぐに東京に行かれたんですか？高校卒業する前にアルバイトを、うん、はい、まあ、やっていいのかわからないんですけれども、今となれば、まあ、はい、アルバイトしてましたね、いっぱい。そう、このエリア、姫路で、いっぱい中華料理のアルバイトしたり、はい、マクドナルドで働いてみたり、はい、あとはカラオケの裏で、冷凍のね、パックしてあるやつレンチンして、盛り付けるだけのバイトとか、そう、いろいろ、うん、やってまして、はい、で、まあ、やっぱり、なんかこう、いろいろやってみたいと思ったので、うん、まあ、その頃、陸上部で、うん、まあ、その夢が叶わなかった分、何か、他に何か、うん、向いてるものがあるんじゃないかって、ね、まあ、自分探しをしてたんですけれども、それが何をしたいのかがわからない。あまりわからなくて。ので、うん、まあ、やるんだったら、まあ、やっぱりこう、いろいろ見てみないと、うん、まあ、今やってることが、まあ、自分のやりたいことなのかがまだピンと来なかったので、はい、まあ、その時、まあ、東京行ってみようかなっていうふうにふと思って、まあ、親にも相談せず、せずに。もういきなり行くって決めて。あ、そうなんや。でもやっぱりそこで東京なんですね。そうですね。大阪だったら、帰ってこれるじゃないですか、すぐ。あ、そうか。東京だったら、電車賃高いんで、なかなか帰ってこれないから、はい、まあ、片道切符みたいな、ちょっとプレッシャーをかけて、そうしないと、もう、すぐね、だらけてしまうんで。でもやっぱり、中学とか高校時代、そのスポーツでオリンピックを目指そうかなっていうところまで、行った、そういう、なんていうのかな、そういうのに、こう、かけた、エネルギーっていうのが、やっぱりそういうのが東京に行かせたという、そんな感じなんでしょうかね。まあ、そうですね。すごいですね。まあ、いろいろわけあって、蕎麦屋で、まあ、働くことになったんですけれども、東京に行って蕎麦打ち。まあ、いろいろ基本はね、料理になるためとか、まあ、何を目指すにも、掃除が第一なんで、まあ、お店をきれいにする。ああ、そう。まあ、ピッカピカに磨き上げるっていうのに、その、陸上の時鍛えてた、その、エネルギーっていうか、体の基礎がね、掃除に向いてたっていうか、まあ、その頃。掃除と蕎麦打ち職人と。まず、蕎麦屋って掃除をまず徹底しないと、古い、建物が多いし、お店の中、店作りで、まあ、それを、木を使ってたりとかして、まあ、それを水拭き、空拭きをひたすら2、3時間、毎朝やらなきゃいけないので、それは向いてたんですよね、蕎麦を打つ前に。前に。ああ、そう。まあ、いきなり蕎麦は打たせてもらえないので。そうなんですね。まあ、だからそういうちょっとストイックなところが僕は好きなのかな、思うんですけれども。結構、じゃあ、あって、てたのかな。簡単にやっぱりできちゃうと、面白くないじゃないですか。それに、スタートに立つまでの基礎の部分がちょっとし、ね、大変な方がこう、燃えるというかね、ちょっと変な。蕎麦打ち職人になって今で、じゃあもう、何年？もう今何年ですか？ 18 年ぐらいですかね。ずっとやってますけれども。で、すぐニューヨーク行っちゃったんですか？いやー、そっから蕎麦屋を東京で、いろんな
蕎麦屋を転々として、はいはい、まあ、小さいお蕎麦屋さんから大きいお蕎麦屋さん、うん、はい、まあ、大きいのだと400席ぐらいある、あ、そんなに大きな、銀座とかで働いてましたけれども、はい、うん、まあ、あとは、まあ、世界でミシュランとかっていう、うん、はい、そういう、ね、あの、星格付けみたいなもの流行ってますけど、はいはいはい、それの時の一つ星を取ったお蕎麦屋さんとかでも働いたりとか、まあ、結構いろいろ10個ぐらい蕎麦屋を転々として。で、まあ東京の時は、ね、ケータリングで蕎麦打ちをいろんな家に行ってやったりとか、あと会社とか、いろんな、まあ路上もやりましたね。うん、路上ライブなんで。とにかく蕎麦打ちが大好きだったんで、もういろんな場所を問わず、外、海、はい、山、うん、もういろんなところで600箇所以上やったと思うんですけども、その時に、まあ、ニューヨークから、うん、あの、噂を聞きつけて、あるオーナー、レストランオーナーが来られた。乗り込んだのではなくて、はい、声をかけていただいた。はい、ニューヨークから。すごい。ああ、そうなんだ。じゃあ、ニューヨークに行かれたのが、今から何年ぐらい前？もう11年前になると思います。ああ、そう。じゃあ、もうその時には、もうすでに、まあ、勤めてる会社というか、お店というか、そこは辞めて、はい、自分で独立して、お蕎麦を、いろんなところで、まあ、ライブだったりというか、ケータリングとか、されてたわけですね。はい、うん、そうですね。ああ、そう。じゃあ、もう、まあ、二つ返事というか、そうです。即答。もう即答。はい。行きます。はい。はい、まあ、やっぱり燃えますよね。そういう未知の世界って行ったことないようなものは、やっぱり、なんか昔から惹かれるというか。あ、そう。即答ですね。即答ですね。迷わない。全く。あ、そう。私、むちゃくちゃ迷いますよ。どうしても、まあまあ、この辺は迷ったらね、多分行ってないと思いますね。悩んだ、うん、考え込むといけないですよね、なかなかね。だから今から十何年前ということは、まだ20代そうです。28で行きました、ニューヨーク初めて。あ、そうなんだ。どうです、あの、ニューヨークに行った感じ。まず第一印象というか。うん、まあ、やっぱ、ビルのね、うん、森みたいな感じで、はい、ビルがもう立ってるんで、うん、まあ、うん、東京の時もね、ビルすごい高いの見えてすごいなと思ったんですけど、うん、ニューヨークはもっとすごいエネルギーも感じて、はい、エネルギーを感じるんですね。うん、エネルギーがありましたね。
らい。そうです。28で行きました、ニューヨーク初めて。あ、そうなんだ、うん。どうです、あの、ニューヨークに行った感じ、まず第一印象というか。うん、まあ、やっぱ、ビルのね、うん、森みたいな感じで、はい、ビルがもう立ってるんで、うん、まあ、東京の時もね、ビルすごい高いの見えてすごいなと思ったんですけど、うん、ニューヨークはもっとすごいエネルギーも感じて、うん、はい、エネルギーを感じるんですね、うん。エネルギーがありましたね。あ、そう。うん。こう、ちょっと怖いなとか、そういう感じじゃなくて、もうエネルギーを。もう嬉しい。やるぞ、みたいな。うん、なんか、ここだな、うん、やるんだったらここだなっていうふうに、まあ直感で、うん。あ、そう。思いましたね。あ、そう、うん。で、どうですか、向こうに行かれて、うん、そば打ち職人として、いろんなところにやっぱり、まああるわけですよね。行きましたね。はい、もうすごい、いろんなところ行きました。うんうん、一番印象深かったのは、アフリカ。アフリカ、はい、はい。アフリカに行った時は、ちょっとやっぱり、うん、衝撃でしたね、うんうんうん。その、日本のお蕎麦っていうのを、うん、ああいうところで受け入れてもらえるわけですね。まあ、うん、ニューヨークで、生徒さん出会った人がたまたまアフリカ人で、あ、そうなんね、この技術をアフリカにも、はい、教えに来てって言われたんで。そうですか。はい、さあ、それではですね、ニューヨークから一番印象的なのがアフリカというお話をね、はい、今お聞きしたんですけれども、はい、結構一週間とその国にはいない。もう次の日にはまた別の国に行って、それからまたニューヨークに戻って、はい、結構そういう生活をしてらっしゃるっていう話聞いたんですけれども。そうですね、ここもう3年ぐらいは、うん、ほとんど家に、はい、いることはないですね。そうですか、うん。でもニューヨークはもちろん家族いらっしゃる。そうですね、家族、はい、うん、息子と娘がいます。まだ小さいんですけど、嫁と置いて、はい、僕だけ、はい。一人で飛び回ってらっしゃる。はい、じゃあ今、アフリカのお話聞いたんですけど、他にどんな国に、はい、まあ、印象的だったのは、南米のコロンビアですね。うん、はい。もう印象深かったですね。うん、それは、その二つの国が、まあ、やっぱ印象的だったっていうのは、やっぱ子供たちの、やっぱりなんていうんですかね、はい、貧困層がすごく、貧困っていうかね、テレビで見たまんまの、うん、そういう、なんていうか、一般的な教育を受け入れてないとか、はい、やっぱり、はい、僕は日本で生まれ育って、やっぱ当たり前にある電気とか水っていうものがない国だったので。そうですね。そういうところでも、うん、まあ、例えば学校というか、まあ、皆さんが集まってるところで、蕎麦打ちの実演をしたりとか。はい、やりました。はい、はい、教えて。それを皆さんに食べていただいて。そうですね。まあ、僕がやってるのは、それがきっかけでやっていて、うん、はい。で、まあ、それを、まあ、見たことがないので、皆さんそういうものが、うん、まあ、あるっていうことから、うん、まあ、僕自身のそのこだわりというのは、はい、まあ、何でもいいんですけれども、うん、僕はお蕎麦をやってるんで、お蕎麦を通して、世界中の人が繋がっていければ、はい、それがきっかけで、うん、そうですね。何か、まあ、そういう平和的なものに繋がったり、うん、日本のいい文化を僕は知ってるので、うんうんうん、それを知らない人たちに伝えたいと。まあ、僕個人でできることを半分こう混ぜながら仕事としていろいろ世界行かしてもらってるんですけれども。じゃあそういうのを通じて、うん、まあ、アメリカ・ニューヨークにある日本食学会という、はい、そこで理事をなさってらっしゃる。そうですね。これは2015年の時に、はい、まあ、言っていいのか分からないですけど、うん、僕個人、まあ、アメリカに行ってから、はい、まあ、拠点をニューヨークにした方が、うん、まあ、世界に発信するのに、やっぱり一番、まあ、効果的な国と場所かなと思ったので、はい、そうですね、まあ、そこにいるときに、まあ、ちょっと、日本の料理学校、うん、料理アカデミーの、まあ、団長さんというか、理事長さんに相談して、はい、まあ、ニューヨークで、まあ、日本食、ニューヨーク、アカデミーを、はい、まあ、作らないかと、お誘いして、まあ、それで、あとは、ホワイトハウスですね。はい、まあ、その時は、オバマ大統領さんだったんですけど、はい、ね、相談して、まあ、ニューヨークで、非営利団体ノンプロフィットオーガニゼーションの、サーティフィケートを、もらって、
認証をもらって2015年からやってるんですけど、うん、はい、まあそれで僕がそこの、まあ、理事長チェアマンというか、うーん、それでまあ今回あの日本に1日だけ帰ってきたのは、はい、そのまあお世話になってる、まあその団長さんの、はい、まあ、あの、国からの、なんか、賞をいただくみたいなんで。はいはい、黄綬褒章。はい。素晴らしい。黄綬褒章って何なんですかね。まあ、なんかすごい読めない、難しい字で。そうですね。まあ、何かをした方に贈られるという。うん、はい、そうです。そうです。あの、まあ、食文化であったりとか、いろんなものに貢献された、はい、そういった方にね、贈られる、あの、賞なんですけれども、はい、その方に、やっぱり、支持をされてた期間が何年間か、やっぱり日本であったという。そう、いや、そうではないんですよ。ニューヨークで会ったんですよ。ニューヨークで、はい。ニューヨークでこの方とは会って、はい。で、まあ、まあ、これから日本料理をユネスコ無形固定資産に、はいはい、まあ、まあ、アプライするっていうことで、うん、まあ、僕を海外理事に、していただいたのがきっかけで、そうなんですね、まあ、それも全部蕎麦打ちをやってる、うんうん、時に、その方が、あの、僕の蕎麦を食べに来られて、で、僕の蕎麦打ちのデモンストレーションとか打ってる姿が、ちょっと普通じゃないと。普通じゃない。どこで修行をしてきたんだと、その打ち方はと。あ、そうなんですか。まあ僕が、あの、大理石、まあテーブル、うん、あの、石のストーンの上で蕎麦を打ってたんですけど、はい、蕎麦ってもともとグルテンがないので、はい、あの、ストーンとかガラスとかステンレスの上で打てないんですね。うんうんうん、打ったら破れて切れてしまうので。うんうん、パラパラにね、はい、どちらかっていうと。普通だったら、まあ、ペーストリーとか、その、パンとか、ケーキとか作るんだったら、ストーンの上で温度が上がらないように、そこでグルテンがあるからくっつくんで、できるんですよ。その上で蕎麦を打ってたから、まあ、彼がちょっとびっくりして、それ日本の技術ではないねっていうことで、まあ、はい、まあ、まあそうですと。まあそれを狙って練習を日本でやってきて、まあその努力というか、はい、まあ彼はその、何ですかね。まあ今まで見たことない技術を見て、あなたはちょっと海外に、うん、まあその、海外にそういうの、日本の文化を伝授する力があるっていう、ことでかな、わかんないですけれども。でもそうですよね。でも、そういう方と、まあ、あの、出会うであろうということがすでに分かってたんですね、その時は。でもないんですか？まあ、常に自分の体がそういうふうにできるように鍛えてはいたので、まあ、その陸上の時からそうですね、はい、ずっと。そうなんですよね。はい。もういつでも、あの、うん、誰と会ってもすぐ目の前にできるように。常在臨場ですね、これは。常在戦場か。まあ、今もずっと、はい、はい。そのイメージトレーニングは毎日やってますんで、はい。すごいですね。やっぱりそういう、こう、いつも常に、いつでも OK という、そういう気持ちが。まあ、つながったんですね。今もまあ、はい。2013年の時かな、うん、に出会ったので、うん、もう5、6年、今、一緒に。ああ、そうですか。させてもらってるんですけど。はい、でも、まあ、もちろん、あの、アフリカであるとか、それからまたヨーロッパ。はい。もうほとんどの国は回ってらっしゃる。まだ全然行ってないですね。これからもっと行きたいんですけれども。まあ今月末、まあ先週チェコ共和国行って。うん、はい。で、帰り、どこだかな。うん、ポルトガル経由で、まあ、ニューヨーク戻って、はい、まあ来週、オーストリアに行くんですけれども。そうなんですね。まだでもそれ世界ね、はい、まだ国まだまだいっぱいあるんで、まあ、これから行けるところまで、そうですよね、まあ、行って、まあ、お蕎麦を通して人と人がつながっていくきっかけになって、うん、まあ、日本の文化を、まあ、そこから、まあ、共有して、まあ、世界が、まあ、大きいことは言えないですけど、まあ、平和につながればいいかなと思って。はい。でも、すごいですよね。やっぱり、なんか、エネルギーの塊というか、今日は、ニューヨークから着いて、はい、明日京都に行って、で、そのままニューヨーク戻って、戻っちゃって、で、はい、まあ、そのままフロリダに行きます。うん家に帰ってない。危ないです。いや、危ないというか、でもやっぱり、そういうお父さんっていうね、立場のそんな姿も、見せながら、はい、こんな仕事をしてるっていうのを、なんか YouTube も
上げてらっしゃる動画を。いや、僕が上げたわけではなくて、その、ニューヨークの、有名なテイスティっていうメディアが、世界に、発信してる会社があるんですけれども、そこが、蕎麦打ちを、シェアして、載せて、YouTube と Facebook ですね。Facebook、ね。それを通して載して。あ、そうなんですね。はい。なんか、聞くところによりますと、9000万回再生回数、もう1億今1億超えました。超えました。はい、超えました。あ、そうなんですか。先週1億超えたので。そう、じゃあ世界中の人がそういうのを見てくださってる。そうですね。結構ヨーロッパ行くと、知ってる知ってるみたいな感じで、結構若い方たちがみんな見てて、携帯とかね。でも素晴らしいですね、そういうの、ね。まあ、そば打ちをみんな、初めて見た人が多かったみたいで、僕は願ったり叶ったりだったんですけど。このね、最近というか、特にこの、5年、10年の間、日本食っていうのがものすごく見直されて、またその中でも、お蕎麦っていうのが、こう、健康志向の中の一つになってるという。はい、健康にいいですよね、そういう分では私もお蕎麦大好きですけど、ぜひ、秀一さんの打った蕎麦を試食してみたいなと思っておりますが、なかなか、すぐに京都、ニューヨークという、そんなね、生活してらっしゃるんで、食べる機会はないですけれども、これからますますね、頑張っていただきたいなと思いますが、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。今宿店です。いつもお引き立てありがとうございます。作業用の履物、冬物の準備はお済みですか？皆様のご来店を心よりお待ちしています。身近に知っておられる出演者の方はいらっしゃいましたか？また音楽、歌で頑張っておられる方々にも、これからも地元皆様の応援もよろしくお願いいたします。西播磨の音楽歌謡番組ミュージックボックス。それでは次回お会いできるまで、ご案内は小園真由美でした。さようなら。兵庫県を南に北に縦断、カラオケファンの番組、カラオケの星ミュージックボックス。